ロシアの政治家。KGB 出身の白引き。2000年から、ロシア連邦中央連邦管区大統領全県、代表。2011年から2018年まで、サンクトペテルブルク市長を務めた。アゼルバイジャンの首都バクー出身。レニングラード航空大学を卒業する。大学卒業後は、航空機協会に勤務しながら、レニングラード州で、 トムソモール活動に参加する。1979年ソ連国家保安委員会のエージェントとなる。1980年から1990年にかけて、レニングラード市及び、レニングラード州における KGB 機関に勤務する。1990年から1993年まで、レニングラード地区評議会大議員に選出される。 1993年サンクトペテルブルク地区連邦税務警察次官に就任する。1998年レニングラード州議会選挙に立候補するが落選した。1999年プーチンによってレニングラード州大統領代表に任命される。2000年連邦管区制度の導入によって新設された。 中央連邦管区大統領全権代表に任命される。ポルタフチェンコの全権代表任命は、モスクワ市長のユーリルシコフへの牽制と言われた。事実、ポルタフチェンコは、典型的な白引きであり、プーチン政権、体制に対する熱心な支持者として知られる。2011年8月、前市長アレンチナ・マトビエンコが、上院議長就任を念頭に、 上院議員に転出し市長を辞任したことから公認としてサンクトペテルブルク市長に就任した。2018年10月3日に退任。ありがとうございます。